わあ。いや、おかしい。何がおかしいかっていうと、今この見てる動画が、僕が出した動画で、12月31日の大晦日に出した1年間の総集編みたいな、僕のチャンネルの主に1対1のハイライトみたいな動画なんですけど、他にも例えば慶成のえぐいシュートが入ったとか、そういうとこも載せるんですけど、この動画って個人的になんかすごい見てほしい動画で、いろんな人に見てほしい動画で、言ったら僕の1年間のチャンネルのいいところ、1対1だったらすごいいいプレイできたところとか、1対1してくれた相手方さんのいいプレイだったりとか、そういうプレイをこの1本に集めたっていう動画 で、僕の1対1やってくれてる相手はもうみんな、1人除いてみんな全国経験してる、しかも全国で名を馳せてる選手ばっかりで、その、まあ、ケースを筆頭に。その方たちのいいプレイ、僕のチャンネルで、見せてくれたいいプレイっていうのを、僕のプレイも含めて集めてる動画なんで、すごいいろんな人に見てほしくて、この動画見てくれたら、あ、すごいな、面白いなと思って、この先の動画とか、いろいろ見てくれる可能性とかあるなと思って、すごい、まあ、この動画単体で見ても見てほしい動画だったんですけど、まあ、今、一応3万人の方に見てもらってて、すごい嬉しいんですけど、もう個人的にもっと幅広くいろんな方に、このチャンネルの面白さっていうのを見て、面白さとか、まあ、凄さとか見てほしいなと思って、すごい見てほしい動画だったんですけど、タイミングが大晦日でみんな忙しかったのかなっていうのがあって、あんまり、なんか、もっと見てほしいなっていうのがあったんで、タイミングが悪かったのかなっていうのがあるんで、ちょっともう一回このタイミングで同じ動画になっちゃうんですけど、ちょっと見てほしいなっていう。皆さんちょっと拡散とか、すごいなとか思った方はちょっとぜひ載せたりとかしてみてほしいです。まあ、とりあえずうだうだ言ってるよりはちょっともう一回だけ、一回出した動画なんですけど見てほしいんで、ちょっともう一回今から流します。それではよろしくお願いします。